今日の動画2本目ですね。なんとですね、10月11日にですね、3代目デイソウルブラザーズのメンバーからですね、ただ一人代表して、とある番組に出演されます。その番組はですね、10月11日、18時半から放送の、それ、スノーマンにやらせてくださいという番組で、これ以前、エリーさん、ナオトさん、小林直樹さんの3名が、ですね、出演されたんですけども、その際に、小林直樹さんがですね、審査員の高弘さんから MVP をいただきました。そして、今回はですね、その小林直樹さんがですね、MVP 歴代選抜っていうね、そのメンバーに加わって、3代目から、ただ一人、出演されることが確定いたしました。はい、というわけで小林直樹さん、本当に今年はですね、すごいもう絶好調ですね。もう初のファンミも開催されましたし、そしてね、紅茶を通して YouTube チャンネルの復活、そしてこれね、ダンスバトルじゃないね、ダンスの審査の MVP を獲得したり、でまあ時にはこうメンバー会議とかで、いろいろね、進行役を務めたりとかして、本当に今年は小林直樹さんの活躍が、本当にな、すごく目立った一年だなっていうふうに、感じますね。いやー、これね、小林直樹さんね、今回3代目のメンバーからただ一人出演されるっていうことでね、これまあ、録画なんですけども、ぜひね、応援したいですね、本当に。いや、今回も小林直樹さんがですね、本当に MVP を獲得していただきたいなっていうふうにちょっと思っております。いや、本当にね、3代目 LDH EXILE、すべてを代表しての、小林直樹さんが出演ですからね。うん。いや、でもこの前のね、出演していた時の AKB の、曲を直樹さん踊っていたんですけど、いや、本当にね、やっぱりね、コミカル。すごいコミカルで、可愛いね。やっぱりそういう可愛げがあるところが、その、小林直樹さんのなんか、こう、ダンスの魅力っていうかな、というか、そこがね、やっぱり、高弘さんの、心にググッと、掴んだんでしょうね。いや、というわけで、皆さん、ぜひね、10月11日は、それ、スノーマンにやらせてくださいを見ていただいて、3代目から、ただ一人代表してね、出演される小林直樹さんを応援いたしましょうということで、今回はこの動画も今日2本目としてお送りさせていただきました。それじゃあ皆さん、しっかり録画の方しておいてください。それじゃあまたお会いいたしましょう。